はい、皆さん、こんにちは。ずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイ9月末で終了へ、おにぎり配ってさよならセブンペイ。ということで今回はセブンペイの件についてお伝えしたいと思います。ということで今回はヤフーのニュースからピックアップをさせていただきました。題名がセブンペイ9月末で終了へということで、記事の内容はこの通りですね。セブン&アイホールディングスがスマートフォン決済セブンペイのサービスを9月末で終了する方針を固めたことが1日分かったということでした。多分いろんなネットニュースのトップで知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、いやー、それにしても早かったですよね。まだサービスが開始して4日ということだったんですけども、今回のセブンペイがスタートして行ったサービスとしたら、書いてある通り、おにぎりのクーポンの2枚を配ったのみでしたね。あと7個の還元が変わったこともありましたが、7個に関しては別にお得になったというわけではなかったですもんね。で、今回のセブンペイの事件は、不正利用の被害者の方は、7月29日午後5時時点では807名の方、そして被害総額は3860万円に上ってるということでした。そしてつい最近ですね、でもご存知かと思うんですけども、セブンペイのパスワードの一斉リセットがありましたよね。僕も一応行ったんですけども、結構ネット上ではパスワードをリセットしたから残高がなくなったですとか、あとはアプリがうまく起動しないなど、まあ、かなりの報告が上がっていました。まあ、ここからは完全に個人的な意見なんですが、サービスをするのは簡単なんですけど、なんか逃げてるみたいですごいもったいないですよね。まあ、せっかくセブンイレブンのブランドイメージもあるのに、まあ、復活したとしてもかなりの信頼を取り戻すのは大変だなとは思うんですけども、まあ、セキュリティや技術面での対策をしっかりした上で、その段階でとんでもないキャンペーンをして戻ってきてほしかったなというふうには個人的にはちょっと思ってました。まあ、そういった姿勢が全然伝わらなかった印象でしたね。言うて復活しても使う人はかなり少ないとは思うんですけども、あと他のペイサービスに対する世間の印象とかも崩してしまったのかなと思います。まあ、キャッシュレス含めてですね。まあ、ペイペイとかも以前不正利用などで話題になったことも一時期ありましたが、まあ、現在に至るまでペイペイはキャンペーンを繰り返し出したりですとか、便利な機能を追加したりして、まあ、利用者の方の信頼を改めて獲得しているので、そこから何か学んでほしいところでもありましたね。僕もまあ何か言える立場ではないんですけども、やっぱりですね、一消費者として思うことはどうしても出てきますね。まあ今後は9月末で終了するということで、まあ僕のセブンペイの残高には多分400円ぐらい残ってるので、まあ大好きなチョコバナナチップスを買って、今回の気分を和らげたいなというふうに思っています。けど、セブンペイにまだ残高が残ってる方に対して今後どんな対応をするかっていうのがちょっと気になってるので、もう一波乱起きそうな気がしますね。まあぜひですね、今回の動画を見ている視聴者さんで、今回のセブンペイに関して思うことがあれば、下のコメント欄に書き込んでってください。まあそんなこんなで今回は、セブンペイが9月末に終了するということでした。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。